ってまーす。すげー、すごーい、すげー、おー上がってくる。わお、もう揺れたりもしないと思うんですよね。確かに。ビデオ。ビデオだよ。ビデオ。なぜかビデオ。わお、こんなに流されてた。ね、うお、あ、これね、今こっちに進んでるので、私がこっちに進んでくるわけでもなんでもなくね、風がね、ゆっくり、はい、だいぶ風ね、穏やかにはなってたんですけどね。でもやっぱ逆にこれが今度どんどん変な風になってくる兆候で、結構これも油断してると今度変な風になってくるんですね。太陽がどんどん熱射してるんで、ちょうど今風の変わり目っていうかね、最終的には今日今度真逆のこっち向きの風になると思うんですけど、そういう意味では今のところ予報通りなんですけど、だいたいこの辺からそういう空気がね、滞留し始めてね。いやいやいや、ちっちゃー、うわー、あそこちょっと白黒のやつ、あれ気球ですね。あ、で道の駅で今日渓流やるとしたんですけど、へぇー、ちっちゃい、結構下見たらやっぱ怖いんだな。地平線見てればなんとかいいですけど、50メーターぐらい、50メーターよりは高いとか、うん、ね、それマイポールにしてもらって、はい、ちょっと怖くなってきたもん。足すくんできた。高いもんね。このまま行くとちょっと街入っちゃうのね、うん、逆に入りたくないんで、うん、少しもうここから一気にコーナー出て、まあ、その向こうの方にね、太陽の方に今逃げたいんでね。うわー、今100m、100m、 高っ、すごい大平原ですね、ここまで来ると。